できました。ドライフは考える沢村でございます。あった風呂入ってくる。エビワラ、おお、落ち着けリスナー。え、嘘、蚊に書いてエビ食うの。エビワラです、これが。山吹ジムに行くって言ってるんですけど、これジムじゃないよね。シルフカンパニー。シルフってあれでしょ、衣類の少ないエッチな妖精でしょ、風の妖精でしょ。 BGM がなんかこれ、なんか悪いやついるんでしょ、悪の女幹部いるんでしょ。あたい知ってるよ。自爆。いや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 、マジかよ、こんなあんのか、ポケモン。あー、ヒデオ金髪にしたら呪術廻戦出てきそうだな。うわー、あれ鼻なの。あれ、なんか節目で見たことがあるんです。君に至ってはすいません、初見ではないんです、申し訳ございません。全く初見ってわけではございません。ポケモンの知識を端々で拾うこともございますよ、まあ、ピクシブなんかで、ピクシブなんかで。クリーパーも知ってるし、ミニロップも知っております、プチートも知っております、サーナイトも知っております。よろしくお願いいたします。シルフカンパニーはポケモン用製品を作っています。へえ、ポケモン用用品っつったら、ポケモンボールとか。ポケモンボールではなく、モンスターボールです。It's not a Pokemon ball, it's a monster ball. ヨガのポーズ？ヨガフレーム？わかるよ、わかるよ。結局社長ってのは人のヘイトを集めるためにいるようなもんですからね。それが雇われ社長か代表取締役兼社長かにもまあよりますけど、代表取締役やったらもうそれはもうしゃあないんですよね。ドワース毒。なんかコイルはなんかビジュアルよく知ってるんですよ。なんでしょうね。なんかで見たことがある。人気投票のあれか。そうかそうかそうか。それだそれだそれだ。マダツボミの養分にしてやる。文字通りな。ウツボカズラだかんな。うちのマダツボミは水タイプも入ってんだぞ。あー、自分にダメージ。マルマイン。あー、見たことある見たことある見たことある。スーパーのアイスのパッケージ見た。格闘場すげー気になんねんな。格闘場とこのシルフカンパニーってやっぱ格闘場の方難易度低いんかな。格闘弱い。あ、じゃあ行っちゃう行っちゃう。おそらくですけども、初見の敵が出る気がするんですよね、これ。ちょっと隠すか。沢村？情報整理しましょう。ここは格闘道場やってること。格闘タイプには、パンチとキックを扱うやつがいると。ただ、沢村ともう一匹の方が、どっちがパンチなのか、どっちがキックなのか、全然わかんないです。ガルーラですら、カンガルーのガルやったから、不要な名前はつけないはずなんですよ。緊急企画、沢村を想像で書いてみよう。バン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 。ガルーラの時と違って情報がねえぞ。人型ではない気がする。沢村、沢ガニ。カニの発想はいいんじゃないかな。いい方向に行ってるぞ。そうだぞ、甲殻類だぞっていうね、今コメント欄が幻想のように散らついております。全員が人型というわけじゃないと思うんですよね。さあ、コメント欄はどうなってるでしょうか。ドライフ今表示しておりませんけども、自分の画面では。ドライフいいぞ、お前勝てる、現時点で8点だとか、皆様の応援がドライフの脳内に届いております。あー、ちょっと格闘感が足りんな。これはリスナーさんで大喜びやぞ。ラーイーフ、ラーイーフっていう声援が今聞こえております。ドライフみんなありがとう。できました。ドライフは考える沢村でございます。あった、風呂入ってくる。そこにはカニの姿をした甲殻類の沢村が。ちょっと待って、あれおかしいな。あれでおかしいぞ。なんか唐揚げに手足が入ってる。何これこれ、あかんて。はい、ドン。いざこうこうしてる。あー、もうやだー。沢も村も感じない。膝蹴り出してる。格闘のパンチだと思ったんですよね。だから爪をでかくしたんです、僕は。沢村さんなの？キックの鬼の異名を持つキックボクサー、沢村忠が元ネタとなっております。伝わらん。何もわからない。もう何もわからない。何も信用できない。強そう。この爪で相手を殴るんだよ。パンチだ、パンチ。エビワラ！落ち着け、リスナー。え、嘘？蚊に書いてエビ食うの？もう今度エビを信じるしかないんじゃないの？これは、リベンジチャンスでは？緊急企画！エビワラを書いてみよう！どん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 。ライフちゃん負けへんで。見ろよ、この勇姿を。甲殻類は、かっこよさが命。格闘タイプにしなきゃいけない。僕賢いからわかんだ、こういうの。もう四足歩行させない。エビ感は出てきた。エビワラという名前で、エビを書かなかったら、これはエビに失礼に当たるのでは？コメント欄の皆さんも。そうだそうだ、イトライフいいぞ。これがナンバーワンだ。いいんじゃないかしら？エビワラです、これが。これは100点くるわ。できたー。伊藤ライフが考えるエビワラーでございます。どん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 。この格闘感、パンチ感すごくないですか。ボクシング感も出るじゃないですか。まず二足歩行目指そう。おっと、これ近くないですか。来たグローブで赤一緒やもん。勝ったわこれ。風呂入ってくるわ。じゃあ、頭ポテトみたいだったよ。マクドナルドのポテトみたいな形状してたんですけど。なんやったらポーズは似てるぞ。わしは確かに負けた。愛にわしの大事な格闘ポケモンを渡す。まあ、いらないですけど。いやー、まあ、その、なんですかね。はい、まあ、結局、まあ、ポケモン図鑑はある程度揃えなきゃいけないんで。まあ、似てるエビワラにしますから、どうせ使わないですけど。
おい、この頭見たことある。なるほど、分かったぞ。俺にも考えがあるぞ。不思議な目が4つ。最強の布陣で臨もうぜ。許せねえんだあいつは。食べて食べて。うわ、いけ、目をコロコロしろ。36、ご成長ください。あ、見たことある。ポケモンユナイトで見たやん、君。なぜ、キャノンがつくのか。キャハハ、ここで待ってれば、来るんじゃねえかと思ったのさ。いや、赤腹だつ。少しは強くなったのか、なんちゃってって思ってさ。で、しばきに行くんのね。よーし、わかった。お前を、社会のルールを理解させてやる。あ、やりよった、こいつ。あー、やりよった。あー、やりよったこいつ。ネタバレだよお前。これは僕の今のポップがたどり着くべきビジュアルなのよ。おうおう、ロケットタウンのボスに挑むだけのことあるじゃん。こうやって天才。天才ワンとは人をイラつかせる。え、はあ、ラプラス。ラプラスは宮城のご当地ポケモン。宮城県。新規企画、ラプラスを想像で描いてみようのコーナーでーす。賢くて、海を渡れて、背中に乗れてって言ったらもうクジラしかないようなもんなんね。あ、榊。ガル。あー。精神攻撃か、榊。はい、ガルーダです、これ。カンガルーのガルを認めません。ハグ。あ、かわいいな、榊。すべてのポケモンはロケット団のために存在するのだ。うちのエビバラとファームランもですか。ありがとうございます。就職します、ロケット団に。今日の配信は終了いたします。ドライフでございました。今日も、いや、傷をえぐるようやけど、まあ一応出すは出すか。今日のエビバラ、サムラーでございました。あー、ダメージがでかい。お家の皆様出荷よ。海産物になって出荷よ。出荷出荷。